こんにちは。お久しぶりです。今日は YouTube をやってます。今ロンドンの方にちょっと戻ってきてるんだけど、こちらのスタジオは、うちの隣の隣の斜め前にあるスタジオで、ちょいちょいなんか歌いたいなと思う時とか、なんかこうなんか遊びに行ったりとか、まあ家にもうちにももちろんスタジオはあるんだけど、歌ってるところです。それじゃあもう歌っちゃいますか。そうですね、じゃあまあ気楽な気持ちで、みんなも一緒に、Get out!キスとソロ少しだけ先まで行ったこともあったけど、恋愛なんかの枠に収まる二人じゃないのよ。そういうことそういうことそういうこと、大好きな人に振られて泣くあなたを慰められる Only one である幸せを、だけど抱きしめて言いたかった好きだと、時を戻す呪文を胸に今日も、誰を守る嘘をついていたの、チャンス私に与えたものは案外大きい、こぼした水はグラスに帰らない帰らない、出会った頃の二人に教えてあげたくなるくらい、あの頃より私たち魅力的魅力的、友よ失ってから気づくのはやめよう、時を歌ったね。皆さんいかがだったでしょうか。まあ本当はもっとうまく歌えるんだよね。うん、やっぱなんか40になってこう喉がなんかこう変な感じになってきて、ダメだね、もっともっとカラオケ行って全国的に練習しなきゃいけないな。ということで、またぜひ飽きずに見に来てください。ミラクルいかがでした。パッ